ミヤマムグラは、アカネカ、アカネアカ、ヤエムグラ族の軟弱な多年層。地下茎は横に這う。茎は細く、直立して、高さは10から25センチメートルになり、4両があり、毛はなく平滑である。葉は、下部では小さいものが2個耐性し、上部では、普通4個が臨性し、2個ずつ大きさに大小があり、角、輪がへが立って、茎につく。生する葉は、 時に3個、5個となることがある。陽身は、長さ1から3センチメートル、幅5から20ミリメートル、卵形、または甲卵形で、先は、A かしら、基部は丸く、長さ4から12ミリメートルになる傭兵がある。葉の縁と縁近くの表面に短い合毛が生える、他は無毛。これらの輪生する葉は、耐生する本来の2個の葉と、残りの1から3個の、 葉と同型の卓用となる。花期は7から8月。茎先に短い果樹をつけ、少数の花をまばらにつける。花柄は、やや太く、長さ1から4ミリメートルになり、花後に、長さ6から7ミリメートルに伸長する。果敢は、逆き形で、計2から2.5ミリメートル。白色で先は4列し、頭部はない。格頭は小型、または大円球型で、 先が、針状の長生けが密生する。有水は4個ある。脂肪は2室に分かれ、各室に1個の胚種がある。果中は2列する。果実は2個の分化からなり、各分化に1個の種子がある。分けかは、長さ約1.5ミ、mm、リメートルの楕円体をしており、白色の先が、針状の長生けが密生する。日本では、北海道、本州、四国、九州に分布し、 ミヤマの林中の住院や朽木の周辺などに生育する。種としては、世界では、朝鮮半島、台湾、中国大陸、ヒマラヤ、シベリア東部に分布する。タイプ標本は、栃木県日光市で採集されたもの。和名、ミヤマムグラは、深山ムグラの意で、ミヤマに生える四つ葉ムグラ類の意味。ムグラは、草むら、ヤブの意味がある。種商名パラドクスムは、パラドクス。 逆説的な、珍しい、キーな、説明のつかぬの意味、アシュメイ・フランキー・ショナムは、フランス人で、東亜植物を研究した、植物分類学者のアドリアン・ルネ・フランシェへの懸命で、ある。ありがとうございます。